1989年の桜花賞射台神楽で勝ったレース、はい、選ばれましたけども、はい、これなぜこのレース。素晴らしい騎乗はもう数え切れないぐらいあるんですけど、出走馬の中で一番出遅れして、ちょっと言い方悪いけど大失敗したけど、もう全然それを凌駕するぐらいすごい、さすが豊かって言われるような騎乗をしたのがやっぱりまあこれかな。豊かくんはね、そういうとこもすごいんだよね。なんかね、よくジョッキーはね、勝負する人は前の、まあ、リズムってあるけど、今日朝から3勝してるから、このメインレース、例えば G1 のクラシックですとか、もういい流れがあるからって馬券買う人も思ってるし、関係者も思うんだけど、で豊君はね、もういい流れの時はもうみんな大体いい流れなんですけど、豊君は悪い流れの時でも一個一個がね、ちゃんと分けれる。すごくね、それはそのさっき前回とか前々回とか昨年のビデオとかでも馬に乗る技術はもあるけど、そういうねメンタル的なとこもねすごいんですよ。でその朝から負けてるけどメインレースでも全然気にしない、それはね凝縮すると一個のレースでもジョッキーって出遅れたとかね、1コーナーに詰まっちゃったどうしようとか、引きずもうそこで引きずっちゃう、次なんだから一番大事なのは。一流の人ってね、そこがやっぱ切り替えがうまい、一個一個のレースの中でも。だから出遅れた時はもう出遅れたことはもう掘ったと思うんですよ。掘ったって言ったらいいんだけど、うん、普通もう1秒でも2秒でもああじゃなくて、あどうしようじゃなくて、うわなんでとかじゃなくて、もう次に 何をするべきか、うん、もしかしたら豊君ね、馬がねもうちょっと半立ち、もう施設を追ってもうお尻つけてもう出れない状態の中、あこれ出遅れたらもうどうしようって、もうその時からもう多分考えたと思うね。だから即座に体が動いてる、うん、でもう一つ18番枠で、だから大外分回るわけにもいかないし、もう馬込みをさばいてこようと思ってた、もう出遅れたらいいよ、もうどうせうちからもう家に入って行こうと思ってんだからと思って、いい方に逆に切り替えるとか、そういうのはもうすごい才能だよね。そうするといろんなことじゃ想定してるんですかね、事前に。あ想定もしてるけど、豊君は瞬時に次を考える能力が今のジョッキーの中でず抜けてる。じゃあ何が起きても次はこうしようっていうのは出てくるんですか。そうもう引き出しっていうか、考えてる暇なく自分でできる、うん、まあそれは長い経験でできてくる部分があるんやけど、そこのスピードがすごく短い。だからあんなにデビューしてもう全てのスポンジが水を吸収するように全てを吸収して、うん、それを処理してなおかつオリジナルにして、だからかなわないよね。この当時だから20歳でこれができちゃったってことですよね。でこの時田原さん30歳だったんですけども、この頃の、まあ、2年目3年目の頃の武豊ジョッキーを見ててどう思ってました？